はい。それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をレビューしています。で普段はビジネス書についてご紹介することが多いんですけれどもその他のジャンルについてもチャンネルページに再生リストが作ってありますのでよろしければそちらからご覧ください。またこの動画の説明欄にも、えー、再生リストへのリンクが貼ってあります。で今日ご紹介する本は、えー「夜を乗り越える」というタイトルの本です。でこれは、えー、と昨日に続いて、えーまあ、又吉直樹さんと いう、まあ、お笑い芸人の活動でも有名な方の本になります。でこの本はですね、えーとまあ、内容としてはその又吉さんがどのようにして文学と出会ったのかでまたその文学作品を自分で作っていくにあたってどのようなことを考えて、えーまあ、作品を作ってきたのか。 また後半はですねなぜその本を読むということに対して、まあ、こだわりを持っているのかなぜ本を読む必要があるのかということの説明とあとは、えーまあ、近代文学をその中でも特に読む理由っていうのを、えーまあ、具体的な作家さんを紹介しながら説明しています例えば、まあ、太宰治とか芥川龍之介であったりとかもう少し、まああのー、最近の、えー、作者さんでいうと西かな子さんとか えですねまあ、そういった方々のまあ作品を紹介しながらまあどのようなことを考えたのか感じたのかということを紹介しています。で、えー、と個人的にはですね良、えー、かったなと思うところはまあ大きく分けて2点です。で1点目はその又吉さんが文学作品を作っていく中でまあどういった苦悩や葛藤があって文学作品を作っているのか、まあ、そういうところに言及している点です。で2点目はえとその本を読む理由についてですね でこちらについてはっ、えー、とで3点ポイントというか、まあ、いいなと思ったところをご紹介したいと思います。でまず最初の1点目のその又吉さんが本を書いてる時に、まあ、どういった心境で書かれていたかというところについて、えー、少しご説明したいと思います。でこれはですね大体、えーまあ、そういう自分がなぜ本を書いているのかとかどのように書いているのかっていうのを まあ説明した本を読むとですね私はいつもあこの人はやっぱり天才なんだなとかあ才能があるんだなということをまあ感じながら読んでしまうことが多いです。でなんですけどもこの本はですねその又吉さんが、まあ、あのごく当たり前のように、えー、他の人と同じように 悩みながらまた自信を失ったり取り戻したりしながら、まあ、本を書いている様子であったりとか、えー、またその、まあ、マイナスというかネガティブな側面だけではなくてやっぱり普通の人が頑張ったら、えー、これぐらいはできそうだなでもできなさそうだな,なんかそういうごく普通の人の人間として、まあ、苦労しながら、まあ、芸人をやっているまた、えー、文学作品を書いていると、まあ、そういうような、えー、苦悩というのがですね、まあ、非常にわかりやすいというか伝わりやすい形で書かれていて、えー、非常に 共感でできました、えーとまあ、やっぱり自分はですねあのこういうまあ本を書くっていう才能はあまりなくて、えー、まあそんなことを考えたこともないんですけれども実はその又吉さんももともとはそんな風に考えたことなかったと。でそこからえ一足飛びにですね本が書けちゃいましたという話だけではなくて、まあ、実際に書いてみて人が批判されて落ち込んだりで落ち込んだけれども、えー、またトライをしてみたら、まあ、少しうまくいってでもやっぱり駄目ででもその次はちょっとうまくいってやっぱり駄目で、まあそういうような プロセスとか心の葛藤というのは非常によく書けていてあの自分の中で少しこう文学が身近になったというかまたこの方の努力とか、えー、まあ経緯っというのが非常にあの身近に感じられてよかったです、はい。それでは2点目の本を読む理由についてここから3点ご紹介していきたいと思います。でまず1点目は、えー、と本っていうのは自分の考え方の幅を広げてくれるということ。 で2点目はその人生にはま答えっていうものはないんだよっていうことを本が教えてくれるということ。で最後3点目は、えー、自分の成長とか読む姿勢、まあ、あの置かれてる状況によって本を読む意味っていうのが変わってくるんだよと、まあ、そういうことが書かれていました。で1点目の本は自分の考え方の幅を広げてくれるっていうのはどういうことかというと。 まああのこの方はまあ文学作品を読むことが多いというふうに書かれてたんですけどもまあそういう小説とか文学作品純文学の中でまあ本の主人公がまあいろいろ悩んだり苦しんだりまた成功したり失敗したりしながらえまあ成長したりえまあ逆まあ時として堕落していったりまあそういったようなえ経験 をまあ、自分事と,として読むことによって、えーまあ、自分の考え方っていうのが、えーまあ、一つの方向だけでなくてまた別の方向でもいい全く逆の方向でもいいし少し横に逸れた方向でもいいと、まあ、そういったような考え方の幅があるんだよっていうことはが、えーまあ、読書が教えてくれることなんだということを言っています。 これはあのおっしゃる通りだと思いますで。私は普段ビジネス書を読むことが多いですというふうにお話をしたんですけども少しその辺りは反省というかしてまして、えー、もう少しその文学作品を読んでですねあの自分の人生にとってこう、まあ、豊かさをもたらしてくれるような本、まあ、あの単純に仕事だけではなくてですね自分の考え方とかまあ感性とかそういったものにまあ影響を及ぼすような本というのをまあ少し読んでいく。 方が面白いいのかなとととうことを最近ちょっと感じていますで2点目の、えっと、人生には答えがないことを教えてくれるというところなんですけれどもこれは1点目の考え方の幅を広げてくれるということと少し似てるんですけれども。 人生にはその何が正しいというような絶対的な価値観はないですよということを言っています。でまあこれは、まあ、あの分かってしまえば当たり前のことだと思うんですけれども、えー、と本っていうのはですねあの先ほども言ったように、まあ、いろいろな考え方やいろんな境遇の、えー、まあ主人公っていうのがいます。でまあそういうことを本から学ぶことによって、えー、と必ずしも人生が、えーまあ、答えがこうビシッと決まってるもんじゃないんですよと。 まあ、人生だけじゃなくてもですねあらゆるその、まあえー、決定とか、えーまあ、活動行動っていうのがあの正しさっていうのを一義的に決められない状態で、まあ、人生っていうのは日々動いていってるんですよと、まあ、そういうことを、えー、本を読むことによって学ぶことができると。 でえー、とそれは別に決して悲しいことではなくて、えー、と自分の中で、えー、とこれが正しいんだということを、まあ、決めて人生を送っていけばいいだけの話であって何かどこかに答えが書いてあるものではないし、まあ、そういった答えをこう模索しながら、まあ、こういった本を読んでいくことによって自分の人生がより豊かになっていくと、まあ、そういうような意味かなというふうに感じながら読んでました。で最後3点目なんですけれども、えー、自分の成長や読む姿勢によって、まあ その本のの本意味とといいううが変わってきますすよというところで,すでもちろん本というのはその出版された時点でもう内容が決まっていて、まあ、あの手元にあるうちに内容が変わるということはないですですがあの全ての文学作品というのはやっぱり作者が、まあ、あの意図を持って書いているとだらっと長く書いている文章もあればあえて短く書いている文章もあるし分かりにくい文章構成にしている場合もあれば分かりやすくしている場合もあるで、えーまあ、必要に応じていろいろな意味に取れるような え文章や表現を使ったり、まあ、そうではなかったりと、まあ、いろいろな意図があるということがまあ書かれてます。でこれはまあ又吉さんも本書かれているので、まあ、あのまさにそうなんだと思うんですけれどもでその意図っていうのをです、ね、その読んでいる人がその時点で理解できるかどうかっていうのは、えー、まあ変わってきますし今理解できるかというふうに言ったけれども実はその意図を理解する必要っていうのが本当にあるかどうかというところも含めてですねその読んでいる人がどう感じるのか。 何を感じてどのように生かすのかっていうのはやっぱりその読んでいる人の置かれている環境によって、まあ、大きく変わってくるとなので、まあ、同じ本を何度も何度も読んでも、えーまあ、この又吉さん本がすごく好きだとおっしゃっている又吉さんでもやっぱり読むたびに、えー、受ける印象が違ってきたりとか自分の中で得る気づきっていうのは違ってくると。 まあ、そういうことが本の面白さなんじゃないかということがまあ書かれています。これもあの非常におっしゃる通りだと思います。私自身ちょっとビジネス書とかを読んでいるんですけれども、あの文学作品というのを、まああのたまに読むとですね。やっぱりすごくこう。自分の頭を使ってこう考えて、うんと自分なりに咀嚼しようとした。 あの読感とといいうのががななんんく残ることがやっぱ多いんですねでそういう本をやっぱり読んでいくと、えーまあ、自分の成長を確認したりとかまた逆に成長していないことを確認したりとかつ、えーまあ、辛くなったり嬉しくなったり、まあ、そういう変化っていうのはやっぱり人生において非常に重要なんじゃないかというふうに思いますのであのもっとなご指摘だと思います、はいえー、少し長くなりましたけれども、えー、今日は以上です。 あの全体としてですね非常に誠実に率直に書かれている内容であの純文学とかまあ文学っていうのが好きな人にまああのたまに見られるですねこうなんとなく本を読んでないと良くないんだよとか上から目線のような書きぶりではなくてですねあの非常に読みやすくてまた先入観なく読むことができました。 でえっ、ー、とまあ、私自身本を読む重要性っていうことはまあ非常によく理解しているつもりなんですけれどもやっぱり、えー、自分の考え方の幅を広げるという意味でえっ、ー、と文学作品ももう少し読んでいきたいなということをまあ、改めて思った一冊でしたはい今日は以上ですよろしければチャンネル登録とグッドボタンの方ぜひよろしくお願いします。